おはようございます。これより6月定例会を開会いたします。出席議員63名であります。これより会議を開きます。この場合、今時定例会において、知事、行政委員会の長、並びに説明員の出席を求めるにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって作用を決します。 直ちに出席を要求いたします。 一言ご挨拶を申し上げます。本日、6月定例会が召集されましたところ、議員各位には極めてご検証にてご参集を賜り、県政発展のため誠にご同棄に耐えません。ご案内のとおり、世界中で感染が拡大しております新型コロナウイルス感染症は、全世界での感染者数は、 800万人を超え、依然として収束のめどが立っておりません。県内の累計感染者数は168人に上っており、改めて感染症で亡くなられた方々に対しまして、謹んで哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の皆様方に心からお悔やみを申し上げます。さて、緊急事態宣言が 全都道府県で解除され、1ヶ月が経過しようとしており、外出やイベントを含む、あらゆる社会経済活動の自粛は段階的に緩和され、徐々にではありますが、日常に活気を取り戻しつつあるように感じます。この間、県議会といたしましては、新型コロナウイルス感染症に対して、速やかに対策を実行するため、50日間の長期にわたる 臨時会を開会し、本会議や定期的、集中的な常任委員会の開催など、切れ目なく対応してきたところであります。一方で、県内で感染の勢いが衰えてきたとはいえ、社会経済活動の再開に伴う第2波、第3波による感染拡大も懸念されており、依然として予断を許さない状況にあります。 また、社会経済情勢に目を向けますと、新型コロナウイルス感染症の影響によって、今年の世界経済は大幅なマイナス成長となる見通しであります。国内の景気動向も、企業活動が大きく制約されたことによって、急速に悪化しており、極めて厳しい状況に置かれております。さらには、海外,海外経済の減速や、 国内の活動自粛に伴う著しい消費の支援込みによって飲食業や宿泊業製造業などあらゆる業種においてこれまでに経験のないような厳しい環境に置かれております県当局におかれましては国の施策とも連動させとりわけ感染症の影響の大きい県内の中小企業小規模 事業者に対する支援をより一層充実するなど、引き続きコロナ対策に全力を挙げて取り組んでいただくよう強く要請いたします。また、出水期に入り風水害の起こりやすい時期となりましたが、平成30年7月豪雨災害からの復旧復興に向けた取り組みについて万全を期していただくよう合わせて。 要請いたしますさて、先般、本県の4月1日時点の推計人口が35年11か月,月ぶりに280万人を下回ったことが明らかとなりました。5月1日時点の調査では、再び280万人を回復したようですが、近年は少子高齢化の進行による、 自然源に加え、転出超過による社会減も深刻さを増しており、人口減少は一向に歯止めがかかっておりません。現在、今後10年間の長期的な取り組みを掲げる新たな総合計画の策定に向け、本格的に検討が進められており、議会といたしましても、立案段階から集中的に審議を行うなど、 積極的な役割を果たしてきてきおりますこれまで広島未来チャレンジビジョンに基づいて実施してきた取り組みの成果を十分検証するとともに新型コロナウイルス感染症の影響による社会経済環境の変化を踏まえつつ人口減少時代における本県の持続的な発展に向け実現可能な計画となるよう 県当局と一体となって取り組む必要があると考えております今次定例会に提出されます議案は一般会計補正予算をはじめ条例案など合わせて14件でありますがいずれも県政の当面する重要案件であります閣議におかれましては活発なる御審議を賜りもって県民の負託に応えられますよう念願いたす 次第であります初期に初版の報告をさせます令和2年6月22日広島県議会議長の広島県知事6月定例県議会の議案及び説明書について 令和2年6月定例県議議会のの案及び説明書を別冊のとおり提出します令和22年6月2日、広島県議会議長との広島県知事、県が資本金の4分の1以上を出資等している法人の経営状況説明書の提出について、地方自治法第243条の3第2項の規定により、県が資本金の4分の1以上を出資等している法人の 経営状況説明書を別冊のとおり提出します令和2年6月22日、広島県議会議長との広島県知事、県有地信託の事務処理状況説明書の提出について、地方自治法第243条の3第3項の規定により、県有地信託の事務処理状況説明書を別冊のとおり提出します。 令和2年6月22日、広島県議会議長、中本隆、説明員の委任について、6月定例会における説明員として、知事、教育委員会、教育長および公安委員会委員長等から、別紙のものを委任した旨の通知があったのでお知らせする。 別紙、別冊はお手元に配布しておりますので、朗読は省略いたします。これより日程に入ります。日程第1、会期決定の件を議題といたします。お諮りいたします。6月定例会の会期は、本日から6月30日までの9日間といたしたいと思いますが、作用決するにご異議ありませんか。 ご異議なしと認めます。よって会期は九日間と決しました。次は日程第二。会議録署名者決定の件を議題といたします。本件は。会議規則第九十九条の規定により。議長から指名いたします。山下智君。沖潤君。桑木義則君。 宮本新八君以上4人の諸君にお願いいたします次は、日程第三県第五十三号議案、令和二年度広島県一般会計補正予算から、日程第十六県第六十六議案、広島県公安委員会委員の任命の同意についてまでの各案を一括 上定議題といたしますこの場合知事から提案理由の説明を求めます知事湯崎英彦君 6月定例県議会の開会にあたり、ただいま提出いたしました議案の説明に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症への対応および本年度主要施策の取り組み状況についてご報告いたします。新型コロナウイルス感染症につきましては、本県では先月4日から新規の感染者が発生しておらず、先月22日に外出自粛や休業要請等の制限を解除して以降も、状況は安定しております。 こうした中、先月25日には、全国で緊急事態宣言は解除されましたが、国の対処方針において、新しい生活様式の定着等を前提として、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げることとされました。これを受け、県では他の地域の感染状況等を踏まえて、引き続き移動の自粛やイベント開催条件等の制限に取り組み、段階的に移動自粛の対象地域を解除してまいりましたが、 今月19日には、リスクが高い地域への移動や施設の利用は控えることとした上で、他の都道府県への移動の自粛を解除するとともに、イベントの人数条件を緩和したところでございます。各種制限の解除により、本県全体の人の流れは徐々に増えてきておりますが、一方、依然として国内では新規感染者が発生しており、引き続き警戒を緩めず、対策を行う必要がございます。 また、県内の経済情勢につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、4月の鉱工業生産指数が前月と比較して23.6%低下するなど、生産が急速に減少するとともに、個人消費も大きく落ち込むなど、極めて厳しい状況にございます。このため、PCR 検査の拡充や医療提供体制の確保など、次なる波への備えを進めるとともに、 本県経済の早期回復に取り組むこととし、必要な経費を6月補正予算に計上しております。その主な内容をご説明いたします。はじめに感染拡大防止対策についてでございます。感染拡大防止と経済社会活動を両立させるためには、徹底的な調査・検査体制を確立し、後半かつ早期に感染者を発見することで、ウイルスの封じ込めを行うことが必要と考えております。 このため、短期的には、県外の民間検査機関の活用も視野に入れつつ、大規模に PCR 検査能力を拡大する必要があると考えており、まずは広島大学と連携することで、本県の検査能力を現在の1日約270件から440件に拡充してまいります。さらに、今年度中に、県内で2400件程度の検査体制確保を目指すこととし、保健所設置市である広島市、呉市、 福山市との連携をもとより、検査可能な医療機関へ積極的に働きかけ、検査機器等の導入を支援することにより、検査体制を段階的に強化してまいります。また、医療従事者を介した感染拡大防止の徹底に最優先で取り組むこととし、感染症医療機関等の医療従事者を対象に、定期的な PCR 検査を実施してまいります。併せて妊婦を対象とした PCR 検査を実施するとともに、 抗原検査および抗体検査の効率的、効果的な実施についても、広島大学や関係機関と連携を図り、県民が安心して日常生活を継続していくための検査体制の充実を戦略的に行ってまいります。こうした県独自の取り組みに加えて、国においても検査体制の大幅な拡充が必要であることから、国への提言を行っております。次に、医療提供体制の確保についてでございます。 現在、医療機関の協力を得て、18病院266床の入院病床を確保するとともに、軽症者等が宿泊療養をするための施設としてホテルを借り上げ、130室を運用しております。これらはいずれも逼迫した状況にはありませんが、今後の感染拡大に備え、320床の入院病床と、ホテルにつきましては500室を確保して、 患者数に応じて効率的、弾力的に運用してまいりたいと考えております。医療機材につきましては、ピーク時に必要な台数を確保するため、追加整備を行うこととしております。このうちエクモにつきましては、県内の重症者の発生割合や専門家の意見を踏まえ、広島大学病院と福山市民病院の2カ所に集中させ、計4台を、また人工呼吸器につきましては、購入済みの2台のほか、 15の医療機関で計50台の発注準備を進めておりますとともに、日本呼吸療法医学会のエクモプロジェクトの研修などにより、専門人材を育成しております。次に、3密を避けた事業継続と雇用維持についてでございます。本県経済の回復に向けましては、短期的な取り組みとして、感染拡大により厳しい状況にある事業の継続と雇用維持を支える取り組みを行いながら、 中長期的な取り組みとして、新しい生活様式に対応した事業の展開を支援するとともに、経済活動の安定的な発展に向けた取り組みを推進していく必要があると考えております。まず、事業継続と雇用維持を支える取り組みでございます。中小企業者の資金繰りを支援するため、実質無利子・無担保の融資制度を創設し、今月16日までに、 7751社に対し、約1257億円を融資しているところであり、このたび国の第2次補正予算の成立に対応して、融資上限額を3000万円から4000万円に拡充しております。また、社会保険労務士による電話相談窓口の設置や、各商工団体と連携した経営相談窓口体制の強化、雇用調整助成金の申請手続きに必要な費用の支援を行っており、 固定費の負担軽減が重要ととなりますことから国の雇用調整助成金や持続化給付金、家賃支援給付金を積極的に活用していただきたいと考えております。県の休業等の要請にご協力いただいた事業者の方々への協力支援金の給付につきましては、申請期限の今月8日までに、1万7558件の申請を受け付けており、 そのうち約9割の支給を済ませております。引き続き迅速な支給に努め、今月末までには支給が完了するよう取り組んでまいります。観光・飲食関連事業者のクラウドファンディングを活用した経営支援につきましては、現在、参加事業者の募集を行っているところであり、宿泊事業者等の観光関連事業者については、今月26日から、 飲食事業者については、来月20日から出資の募集を開始し、資金調達による経営の継続を支援してまいります。併せて移動自粛が緩和されている状況を踏まえ、安心・安全を確保しつつ、対象エリアを段階的に拡大した誘客を促進していくことが重要であることから、県内宿泊事業者による宿泊割引プランや、 旅旅行行行業者にによる広島県内の旅行割引プランに対し支援を行ってままいりますさらに消費が縮小し、販売に苦慮している県内の事業者を支援するため、農林水産品や工芸品などの県産品を一元的に紹介し、効果的に購入いただくためのキャンペーンサイト、広島モールを今月9日に開設したほか、 外食需要等の減少により、在庫が急激に増加している水産物の学校給食への提供を新たに支援してまいります。次に、新しい生活様式を踏まえた事業の展開の支援や、経済活動の安定的発展に向けた取り組みでございます。県民の皆様が安心して飲食店や利用所等を利用していただけるよう、店舗における 感染症対策の取り組みを見える化する仕組みとして、先月27日から順次、新型コロナウイルス感染症対策取り組み宣言点の取り組みを開始しており、これまでに1000件を超える店舗から宣言をいただいております。今月19日には、より幅広い業種の方々にも、この取り組みに参加積極的に参加いただけるよう、宣言項目の見直しを行っており、 引き続き続関係団体等をを通じてて活用を推進しままいります飲食店等が行うテイクアウトやデリバリー等への参入支援につきましては、申請件数が1000件を超えるなど、意欲的に取り組む事業者が多いことから、さらに予算規模を拡大して、引き続き支援を行ってまいります。 また、国の持続化補助金を活用して、販路開拓や非対面型ビジネスモデルへの転換等に意欲的に取り組む小規模事業者の事業継続を後押しするほか、本県への持続的な誘客促進に向け、3密を避ける仕組みの導入など、新しい生活様式に対応した観光プロダクトの開発の強化に取り組んでまいります。さらに、国が実施しているサプライチェーン対策のための補助金や、 製品開発、生産プロセスの改善等に必要な設備投資などを支援するものづくり補助金等に加え、厳しい経営環境下においても、県内のものづくり企業が持続的な発展に向けた活動を継続するために、将来の成長の基盤となる研究開発への投資を支援してまいります。次に、安,全安心安全な県民生活についてでございます。 新型コロナウイルスの影響による休業や失業などで収入が減少し、一時的に生活費が必要となった世帯を対象とした生活福祉資金貸付制度につきましては、今月18日時点で8494件の申請を受け付けており、さらなる貸付の増加に対応するため、追加の経費を計上しております。 また、子育て家庭の支援につきましては、新型コロナウイルスの影響による生活環境の変化により、家庭でのストレスや不安が高まる中、子育て中の保護者がオンライン上で気軽に相談・交流できるおしゃべり広場を4月下旬から開設し、全市町で展開しております。さらに、新型コロナウイルスへの不安を抱える妊産婦が安心して妊娠・出産できるよう、 先月1日から産後ケア等の利用者負担の半額助成を開始したほか、今後、妊婦に対する PCR 検査の実施や、助産師によるオンライン相談に取り組んでいくこととしております。次に、教育機会の確保についてでございます。臨時休業中の学習機会の確保といたしまして、これまで各学校では、生徒の自宅パソコンを利用して、 健康観察、動画配信など様々など手法でまま生徒の,の ICT 機器貸し出しも先月上旬から順次実施しており、引き続き再度の感染拡大が生じた場合に備えるとともに、臨時休業中に実施した自宅学習課題の配信の継続など、各学校の学習の遅れへの対策を支援するため、必要な機器の確保に努めてまいります。 学校の再開にあたっては、文部科学省が示した学校の新しい生活様式を踏まえ、感染症対策を徹底しているところであり、県立学校における教室の空調設備の整備や、トイレの様式化による衛生環境の改善に取り組むほか、私立学校等における感染症対策の取り組みを支援してまいります。また、臨時休業による学習の遅れに対応するため、 補習等を実施する学習指導員を追加配置いたします。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国大会等が中止となっていることから、生徒がこれまで部活動などで練習してきた成果を発揮する機会を確保するため、その代替となる地方大会の開催を支援してまいります。新型コロナウイルス感染症につきましては、依然として国内で新規感染者が発生しておりますことから、 検査・医療体制の充実を図ることで、感染拡大防止に取り組むとともに、本県経済の早期回復に引き続き全力を尽くしてまいります。続きまして、平成30年度7月豪雨災害からの復旧・復興および県民の皆様の欲張りなライフスタイルの実現を一層応援するための施策について、主な事業の取り組み状況をご説明いたします。 まず創造的復興による新たな広島県づくりに向けた取り組みでございます平成30年7月の災害発生から間もなく2年を迎えますこれまで被災された住民の皆様の1日も早い回復が図られるよう復旧復興プランに基づき速やかな復旧復興に最優先で取り組むとともにこの災害を起点として被災前よりもさらに良い状態に県全体を押し上げていく 創造的復興をを成ししし遂げるべく取り組みを推進してままいりましたはじめに被災された方々の住宅再建につきましては、発災後2年間での仮住居の解消に向けた取り組みを進めた結果、先月末時点で入居世帯は284世帯となり、ピーク時の約2割まで減少いたしました。 現在入居されている世帯のうち、災害関連事業の進捗等により、住宅再建が遅れる約80世帯の方々につきましては、応急仮設住宅の供用期間の延長手続きを進め、延長後の期間内での仮住居解消に向けて取り組んでまいります。また、その他の世帯の方々につきましては、応急仮設住宅の供用期間である 入居から2年以内に住宅再建できるよう、引き続き市長と連携しながら、関係団体の協力を得て、専門家派遣を行うなど、被災された方に寄り添ったきめ細かな支援により、早期の住宅再建に向けて取り組んでまいります。 早期の復旧・復興に向けて取り組んでおります災害関連事業の災害関連工事の進捗状況といたしましては公共土木施設の災害復旧事業では先月末時点で約2550箇所のうち1868箇所の工事に着手しこのうち985箇所の工事が完成しております農地・農業用施設の災害復旧事業では 全4456箇所のうち、先月末時点で2199箇所の工事に着手し、このうち1150箇所の工事が完成しております。砂防地産の災害関連緊急事業につきましては、本県が実施する全170箇所のうち、先月末時点で157箇所の工事に着手し、これまで42箇所が完成しております。 また、これらの災害関連工事で未着手の箇所につきましても、本年度中にすべての箇所で工事に着手できるよう取り組んでまいります。これまでこれらの工事につきましては、復興ケース、復興部係,などの,あ復興部係の導入などの受注環境の整備や、県全体として効率的な執行となるよう、必要な対策を講じながら、事業を進めてまいりました。 しかしながら、全国的に頻発している災害による人手不足に加えて、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、県外からの事業者や労働者の確保が困難となったことなどから、依然として一部の地域において、不調不落や工事進捗の遅れが生じております。 このため、発災から3か年にあたる今年度中の復旧完了を目標としております災害復旧事業につきましては、公共土木施設で全体の約2割、農地・農業用施設で被災箇所が多い市町の一部につきまして、工事の完成が令和3年度にずれ込む見通しでございます。公共土木施設につきましては、今後、社会情勢を見極めながら、 遠隔地からの労働者確保に重点的に取り組むなどの対策を講じながら、県民生活に影響の大きい箇所につきましては、来年の出水期までに完成させるほか、残る箇所につきましても可能な限り工事進捗を図ってまいります。また、農地・農業用施設につきましては、事業主体である市長に,ついて市長において、詳細な測量設計に時間を要したことに加えて、 工事規模が小さく、知見者等との調整が必要なことから建設業者に受注を経営される傾向にあり発注が遅れているところでございますこのため、広範囲に土砂が流入した農地の復旧など被災箇所の一部を県で受託し工事箇所をまとめて発注することで進捗を図ることとし必要な経費を6月補正予算に計上しております さらに災害関連緊急事業につきましては、令和2年度末までにおおむね完成する予定でございますが、全体の約1割に当たる箇所が令和3年度中の完成となる見通しでございます。このような箇所につきましても、ダム本体の工事に着手している箇所は、一定程度の安全度が確保できる見込みとなっているほか、着手できていない箇所では、ワイヤネットの設置などにより、 現状よりも確実に安全度が向上するよう取り組んでまいります。引き続き、これらの災害関連工事について、少しでも早く工事が完,成完了するよう、不断の取り組みを進めるとともに、土砂災害警戒区域の認知度向上などのソフト対策も講じながら、県民の皆様の安全安心が確保されるよう取り組んでまいります。ため池の総合対策につきましては、 農業用ため池の管理および保全に関する法律に基づく届出を、市長と連携して所有者等に働きかけた結果、先月末までに全体の約6割に当てる1万1379箇所の届出がございました。届出がされていないため池につきましては、再度提出をお願いするとと,ともに、所有者等が不明な場合には、より詳細な調査を行うなど、 利用や管理の実態の把握に努め、今後のため息に対する管理体制の維持、強化に向けた仕組みの検討を進めてまいります。次に、みんなで減災県民総ぐるみ運動についてでございます。災害が発生する恐れが生じた際の行動や、自分と家族の避難のタイミングをあらかじめ決めておく、広島マイタイムラインにつきまして、各市町・教育委員会等の協力を得て、 県内のすべての小学校の授業などで作成していただくこととしており、来月中にすべての児童に教材を配布できるよう準備を進めております。また、自主防災組織による避難の呼びかけ体制の構築を加速するため、昨年度実施したモデル授業から得られたノウハウや実例を取りまとめたマニュアルを、本年4月に市長に配布し、すべての自主防災組織での活用を進めるとと,ともに、 市長とと連連携してて自主防災組織のの絡網の整備を進めいいるところでございます今後、市長と連携して、避難の呼びかけ体制作りに向けたセミナーや、頭上訓練などのワークショップの実施にも取り組んでまいります。さらに、新型コロナウイルスによる感染リスクが不安視される中、出水期を迎え、大雨等による避難勧告などの避難情報の発令も想定されます。 このような非常時の避難先で感染症を予防するためには、より多くの避難先を確保することが非常に重要と考えており、県民の皆様には、緊急時に身を寄せられる親戚や知人宅など、複数の安全な避難先を確保いただき、これまで以上に早めの避難行動を心がけていただくよう取り組んでおります。加えて間仕切りや 消毒液などの避難所における感染症対策に必要な資機材物資につきましては、順次調達を進めており、今月10日以降、市長に順次配布しているところでございまして、おおむね今週中に配布を完了する見込みでございます。引き続き避難所における感染症予防の備えを進めるとともに、より効果の高い被害防止策を実施し、 災害に強い広島県の実現を目指します。次に、欲張りなライフスタイルの実現に向けた取り組みについてでございます。はじめにデジタルトランスフォーメーションの推進についてでございます。本年4月にデジタルトランスフォーメーション推進チームを設置し、行政、仕事、暮らし、地域社会のデジタル化を推進しております。 行政のデジタル化につきましては、新型コロナウイルス感染症対策にも積極的にデジタル技術の活用を進めております。携帯電話会社のデータにより、県内の人の流れを毎日把握することで、その状況を県民の皆様へお知らせし、外出自粛要請等の速効果測定を行ったほか、新型コロナウイルス感染症対策取り組み宣言点の取り組みでは、電子申請を活用することで、 事業者の皆様が速やかにをを行える仕組みを構築いたたししましたそのほか、デジタル技術を活用した最適なインフラマネジメントの実現に向けて、公共土木施設に関するあらゆる情報を一元化し、各種データの融合や市長、民間企業との連携により、新たなサービスや付加価値の創出が可能となるシステム基盤の構築について、今月より具体的な業務に着手しております。 さらに広島サンドボックスでは、新たに先月末からより多くの地点で水位状況を把握することで、詳細な河川防災情報の提供が可能となるよう、低コストな簡易型水計や水位観測カメラについて、県内外から広く提案を募集しているところでございます。また、仕事、暮らし、地域社会のデジタル化に向けましても、 産業界や市長との意見交換や情報収集を行い、現状や課題の把握、具体的な取り組み方針についての検討を進めているところでございます。新型コロナウイルス感染症を契機として、デジタル技術の有益性が改めて認識されており、新しい生活様式に対応しながら、今後の経済回復と発展を図るため、 引き続き続デジタルトランンスフォーメーメションを推進してままいります次に、社会で活躍する人材の育成についてでございます。来年4月の開学を目指しております AK 大学につきましては、設置認可に向けた文部科学省との調整や、カリキュラムの具体化、大学説明会等の広報活動、施設の改修など、開学に向けた準備を進めており、 一法人二大学による運営体制の構築に必要な公立大学法人県立広島大学の定款の一部を変更する議案を提出しております。次に、子どもの健やかな育ちを支える環境の整備についてでございます。先を見通すことが難しい時代を迎える中、生まれ育った環境にかかわらず、すべての子どもたちが健やかに夢を育むことのできる社会の実現を目指し、 今月3月に広島子どもの未来応援プランを策定いたたししました地域や子どもの育ちに関わる関係者、企業など、県民全体でこのプランを共有し、目指す姿の実現に向けて、子ども・子育てに関わる施策を総合的に推進してまいります。 中でも乳幼児期の取り組みと児童虐待の防止対策に特に注力して取り組む必要があると考えており、広島晩年ボラの構築や、県と市長、関係機関、地域などが結集して、児童虐待の防止や早期発見、対応につなげる体制づくりを進めてまいります。次に、多様な投資誘致の促進についてでございます。 広島港五日市地区で造成を進めている工業用地につきまして、広島港を利用して輸出入等を行うグローバルな大規模生産拠点の立地を計画する企業を公募した結果、菓子・食品等製造業のカルビー株式会社と、ポンプ・タービン等製造業の株式会社振興の2社に決定し、先月20日に立地協定を締結いたしました。 地域経済の活性化に大きく寄与することが期待され、令和5年頃から予定されている立地に向けて、計画的な利用環境の整備に取り組んでまいります。次に、担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立についてでございます。本県農業の持続的な発展に向けて、大規模団地の整備や企業の農業参入を進めているところでございますが、 この度県が秋田方市に整備した大規模団地に県外から2社目となる大型農業法人の参入が決定いたしました引き続きニーズを踏まえた農業団地の整備や農地確保などの取り組みを進め意欲ある人企業の参入を進めてまいります次に中山間地域の地域力強化についてでございます中山間地域振興計画につきましては 次期計画の策定に向けて、目指すべき姿や計画推進にあたっての基本的な考え方について、来月、中間的な取りまとめを行うこととしております。中山間地域においては、人口減少の加速と高齢化が避けられない現状にあるものと認識しております。次期計画においては、こうした現実を直視した上で、デジタル化社会の到来や、 今般の新型コロナウイルスをきっかけとする暮らし方、働き方への影響など、今後の変化にも対応できる地域づくりへの道筋をお示しすることが必要であると考えております。このため、人、仕事、および暮らしの3つの柱に沿って、現状と課題を整理した上で、関係市長の意見などをしっかりとお伺いしながら、地域の現,現状を踏まえた取り組みの方向性を検討し、計画に反映してまいります。 また、新型コロナウイルス感染症の影響で、売り上げが落ち込んでいる道の駅の地域産品について、売り上げ額の回復および販路の拡大を図るため、今月15日から県内14の道の駅において、季節のサイトを活用したインターネット販売が開始されたところであります。引き続き、さまざまな機会を通じて、積極的な PR に努め、 出品されている生産者の皆様の所得向上につながるよう、しっかり支援してまいります。さらに、急速に生息域が拡大している日本ンジカによる農林業被害の拡大抑制と防止を図るため、5か所のモデル地域を設定し、センサーカメラ等の IoT 技術を活用した低コストで効果的な捕獲方法の検証を進めているところでございます。 次にに都市圏の活力強化についいてでございます広島市都心の拠点性向上につきましては、本年3月に、経済界を中心とした広島都心のまちづくりの検討を行う、広島都心活性化推進協議会が発足し、経済界と行政が連携しながら、都心のまちづくりを推進するため、具体的なまちの姿や、まちづくりのルールの在り方など、あり方と、 そのの運用方法などの検討が行われていいるところでございます引き続き、広島市や経済界などと一体となって、都心の活性化に向けた取り組みを推進してまいります。サッカースタジアムにつきましては、本年3月に県,内県民の皆様や、有識者の方などからの多様なご意見を踏まえた基本計画を策定いたしました。 現在はこの計画に基づき、民間事業者の意見も伺いながら、発注に向けた準備を進めているところでございます。引き続き、広島の新たなシンボルとして、年間を通じてにぎわいを生み出す拠点の実現に向け、事業主体である広島市と連携して取り組んでまいります。福山駅,福山駅前地区につきましては、福山市において本年3月に、 福山駅前再生ビジョンを具体化するための福山駅周辺デザイン計画が策,策定されたところでございます。引き続き福山市と連携して、三の丸地区の再生やエリアマネジメントの活性化に向けた人材育成および機運醸成へ向けた取り組みなど、 福山駅周辺デザイン計画が着実に推進されるよう取り組み、ビンゴ権域の拠点性の向上に向けて支援してまいります。次に、地域共生社会の実現についてでございます。本年4月に策定いたしました、広島県地域福祉支援計画におきましては、住民、専門職、関係機関が切れ目なくつながり、地域が抱える生活環境の早期発見から、 解決まで着実に導くく重層的なセーフティーネットの構築を進めていくこととしておりますこのため、新たに多様な主体が連携、共同して、地域生活課題の解決に取り組む、地域共生プラットフォームの設置などの取り組みを、複数の市長でモデル的に実施することとしており、現在、市長などの関係者と調整を行っているほか、 本年7月から地域支え合いコーディネーターの要請研修の。失礼しました。本年8月から地域支え合いコーディネーターの要請研修の開催を予定しております。引き続き地域共生社会の実現に向けた取り組みを進めてまいります。次に、地域の安全・安心についてでございます。減らそう犯罪、県民総ぐるみ運動は、 これまでのアクションプランに基づく取り組みにより、刑法犯認知件数は減少を続けまして、昨年はピーク時である平成14年の約8割減となるなど、大きな成果を上げてきたところでございます。次期アクションプランでは、これまでの成果を継承すると,とともに、県民の皆様はもとより、本県を訪れる誰もが、 日本一の安全安心を実感できる広島県の実現を目指し、本年11月の策定に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。次に、国際平和拠点広島の形成についてでございます。本年8月に集中的に実施することとしておりました、被爆終戦75周年記念事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、 オンライン等を活用して実施してまいります。<laughs> このため、世界平和経済人会議については、オンラインを活用し、世界的にも影響力のある経済人などにご登壇いただき、新型コロナウイルス感染症との戦いを踏まえた、経済と平和の関わりについての議論を深めてまいります。また、グローバルに活躍できるリーダーの XM を目指す、 核兵器と安全保障を学ぶ広島アイキャンアカデミーについても、ウェブセミナーを本年7月から8月に実施し、広島での実施研修を延期して実施いたします。こうした取り組みを通じて、被爆終戦75周年となる今年被爆地広島から核兵器の廃絶の実現に向け、力強い平和のメッセージを発信してまいります。 次に、当面する県政の諸課題への対応についてご報告いたします。まず、旧広島陸軍被服支障についてでございます。現在、建物の壁面補強調査、設計業務を実施しているところであり、今後示される工事の具体的な使用や費用などを踏まえて、早急に安全対策の方針を検討してまいりたいと考えております。<laughs> また利活用策の検討につきましては、幅広い分野からご意見を伺う必要があることから、有識者等へのヒアリングを行うとともに、具体的な検討の進め方を議論しているところでございます。次に、広島高速5号線についてでございます。広島高速道路公社における再発防止に向けた取り組み状況につきましては、 広島県監査委員による監査が県および校舎を対象に実施され、本年3月には外部役員の登用も含めて幅広く検討すること、取り組み状況の確認・検証等を定期または随時に実施していくことなどの意見をいただいたところでございます。県とといたしまししまてては引き続き続広島市と連携して 後舎における再発防止策の実施状況を確認するとともに、この度の監査結果も踏まえながら、後舎の業務執行体制や組織体制等の改善を図り、その状況を節目節目で議会へ報告するなど、県民の皆様に対しまして、適切かつ丁寧な対応に努めながら、着実な事業推進に取り組んでまいります。 次に広島市東部地区連続立体交差事業についてでございます。当事業につきましては、鉄道行使着手に向けた事務を進めており、今月18日に JR 西日本と1期区間である向え棚駅周辺について、工事基本協定を締結したところでございます。引き続き、できるだけ早期に事業効果が発現できるよう、共同事業者である広島市と 連携し取りり組んでまいりまいす次に、水道事業の広域連携についてでございます。県内水道事業の広域連携を推進するため、今月、広島県水道広域連携推進方針を策定いたしました。この方針において、広域連携の基本的枠組みは、県内水道事業の経営組織を一元化する統合が適当としており、 県といたしましては、今後、市長の理解を得ながら、統合を推進してまいりたいと考えております。次に、新たな総合計画についてでございます。本県では、これまで平成22年に策定した広島未来チャレンジビジョンに基づくさまざまな取り組みによりまして、経済成長や人材の育成など、一定の成果が現れ、新たな成長に向けた目も育ちつつあります。 新たな総合計画の策定に向けましては、骨子案を本年3月に取りまとめ、次の10年における新たな広島県づくりの方向性について、県議会や広島県総合計画審議会の皆様のご意見を伺いながら、検討を進めているところでございます。今後、計画素案の取りまとめにあたりましては、新型コロナウイルスの影響によるさまざまな社会経済環境の変化を的確に捉え、 変化をチャンスに転換することができるよう、引き続き皆様のご意見を伺いながら取り組んでまいります。次に、今回提出いたしました議案について、その概要をご説明いたします。まず、一般会計補正予算案につきましては、5月補正予算に引き続き、新型コロナウイルス感染症緊急対応策を実施するとともに、 令和2年度当初予算編成後の状況変化等を踏まえ、必要性が認められる事業に適切に対応することを基本として編成しております。具体的な補正の内容でございますが、新型コロナウイルス感染症緊急対応のほか、創造的復興による新たな広島県づくりや、欲張りなライフスタイルの実現に向けた取り組みなどに、時期を逃さず対応するための経費について予算を計上しております。 これらの結果、一般会計の歳入、歳出、補正予算額は、719億2967万円の増額となり、本年度予算の累計額は、1兆2063億3770万円となります。次に、予算以外の議案といたしまして、広島県手数料条例および広島県 広島県立総合技術研究所設置及び管理条例の一部を改正する条例などの条例案6件、人事案件といたしまして、広島県公安委員会委員の任命の同意についての1件、その他の議案では、財産の出資についてなど4件を提出しております。また報告事項とししてて県が資資本金の4分のの分以上を出資等している法人の 経営状況説明書などうぞ慎重にご審議いただき、適切なご議決をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 この場合、お諮りいたします。議員表彰の件を本日の日程に追加し、直ちに議題とするにご異議ありませんかご異議なしと認めます。それでは、議員表彰の件を議題といたします。お諮りいたします。辻恒夫君、並びに中本隆君の広島県議会議員として在職25年以上に及ぶ功績に対し、 本議会は決議をもってこれを表彰することとし、その表彰文は議長に一任されたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって作用を決します。それでは議長において、起訴いたしました表彰状を朗読し、表彰いたします。まず、辻恒夫君。 表彰上辻恒夫殿、あなたは広島県議会議員として在職25年以上にわたり、県政の発展に尽くされました。その功績は誠に県庁であります。よって本県議会は特に決議を持って表彰します。令和2年6月22日、広島県議会、おめでとうございます。 次に中本隆君表彰状中本隆殿、あなたは広島県議会議員として在職25年以上にわたり、県政の発展に尽くされました。その功績はまくとに顕著であります。よって本県議会は特に決議を持って表彰します。令和2年6月22日、広島県議会、おめでとうございます。 表彰状の交付方については、議長において取り計らうことになりますので、ご了承願います。この場合、ただいま表彰されました。2名を代表して辻常夫君から発言を求められておりますので、これを許します。辻常夫君 高いところでございますがただいま表彰を受けました2名を代表しまして一言お礼を申し上げますただいま広島県議会の決議をもちまして中本隆議長と私の2名が25年の永年在職議員表彰を授かりましたこの上ない光栄であり感謝申し上げます これまで支援していただきました県民の皆様はもとより先輩、同僚議員の皆様方、そして知事をはじめ執行部の皆様方に謹んで厚くお礼を申し上げます。私が県政に参画したのは1995年4月からですが、この年の1月には阪神淡路大震災が発生し、 安心をを中心に甚大な被害をももたたらしたとしとてもあります私は被災者救援対策本部を福山市でただち,ちに立ち上げ給水タンク車救援物資を積んだ車両数両を重ね連ねて被災地の神戸市に救援に向かったことを昨日のように思い出しますまた2014年の8月の 広島市豪雨災害や2018年の7月の西日本豪雨災害では現地に足を運び被災者支援災害対策など国県への申し出も行ってきました災害に強い広島県をつくり安心安全な県政をと引き続き頑張ってまいります今年は被爆75周年です平和行政の一層の推進 核兵器廃絶の実現に向かた国内外への取り組みは、戦争被爆県広島として、どこの県よりも増して進めなくてはならない使命であると思っています。県民の切実な願いを実現し、県政の、住民の福祉の増進を図る県政の実現が、私の県政に立ち向かう初心であります。 その立場で活動してまいりました。子供の医療費助成制度は、私が議員になったときは0歳児のみが対象でありましたが、現在就学前までとなっています。お金の心配なく、安心して医療が受けられる重要な施策でもあります。私は県民の皆さんと共に、対象年齢の引き上げを一貫して求め、その実現にこれからも力を尽くしてまいります。 また、ともうの埋め立て架橋計画は世界遺産にも匹敵するともうの歴史的文化的景観を壊してしまう事業でした関係住民とともに事業の悪質撤回の運動を進め埋め立て架橋計画は中止となりました広島港の国際コンテナーターミナルの第二バース建設は無駄な大型開発事業であるとし この事業のストップをかけてまいりました。臨港ターン構想にかかって、平島空港周辺に、リゾートタイプの宿泊施設とコンベンションホールを持つフォレスヒルズガーデン政府がありました。豪華家具や、絵画の購入など、税金の無駄遣いとして大きな建制上の問題となり、私はフォレスヒルズガーデン住民訴訟に加わり、 税金の無駄遣いを厳しくチェックしてきました。また、同和行政では当時、県教育行政をいがめ、一部運動団体の教育会に許してきた発射行為文書の発雲も求めてきました。高い派の議員の皆さんともに是正させることもできました。私はこの25年間、県民と県政の掛け合いとしての役割を果たし、行政のチェック役としての役割を果たしてきたと、 自負しています。新型コロナウイルス感染症による県民生活を脅かす地帯が続いています。かけがえのない命が失われないように県民の暮らしと雇用営業を支え、子どもたちが学び子どたちの学びを保障し、大切な文化の営みを絶やさないために全力を挙げてまいります。これからも県民の切実な要求の実現、県民福祉の向上を図る。 県政実現に、県民の皆さんとともに力を尽くしてまいります。苦難あるところに心を寄せて、初心忘れずに歩んでまいります。本日は誠にありがとうございました。 お諮りいたします。明23日は、議案調整のため、本会議は9回とするにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、作用を決します。次回の本会議は、6月24日午前10時30分から会議を開きます。本日はこれをもって散会いたします。